アロハー YouTube! 愛知県でジクラス専門店マルゲンの店長やっているジクラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、りょじっチャンネルではですね、ジクラスの情報を日々配信しております。今ジクラスに乗られている方や、これからジクラスに乗ろうと検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。で、今日の動画ご視聴していただけましたら、ぜひ、高評価ボタン、低評価ボタン、本当に、どちらでもいいので、感じた方にチェックしていただけたらと思いますので、はい、ぜひ、よろしくお願いします。はい。で、今ですね、このりょじっチャンネルに出演してくださる視聴者さんをですね、大募集しております。はい。まあ、内容としましては、まあ、Gクラスについて、まあ、僕と、楽しく話すみたいな、そんな風景をですね、撮影させていただけたらなというふうに思います。はい。まあ、あとはですね、僕の G クラスにこう乗りながら、お話ししたりとか、まあ、お店にある G クラスも、使ってですね、まあ、ドライブ、G クラスドライブしながら、撮影させてもらったり、まあ、視聴者さんもですね、の中でもですね、G クラス乗られてる方、結構大勢いらっしゃるなっていうのを感じてまして、で、視聴者さんの G クラスに、まあ、乗りながらですね、撮影の方も、させてもらえたらなというふうに、考えておりますので、ぜひですね、出演してもいいよって思われる方いらっしゃいましたら、コメント欄からコメントいただきたいと思いますし、SNS 等からですね、直接 DM いただければと思いますので、はい、ぜひですね、ご連絡の方お待ちしております。はい、で、今日の動画なんですけれども、はい、今日の動画はですね、まあ、ちょうど昨日、新型 G400D のですね、まあ、通常グレードの方が、発売発表、正式にされたので、まあ、その G400D がですね、まあ、大体いくらぐらいで買えるのかという、まあ、オプションいろいろつけたりすると、いくらっていう、そんな感じの動画をですね、アップさせてもらって、で、コメントをいただいて、来ました。はい。まあ、さらにですね、この G400D の、まあ、オプションがいろいろあるっていう風に、ちょっと僕も走りで、話しちゃった部分があったんで、で、その、詳しくですね、説明があるといいんじゃないかという、そういったご意見もいただきましたので、はい。で、今日はですね、その G400D のですね、まあ、その、オプション、選べるオプションが、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、ちょっとそこを詳しく、話していこうと思いますので、早速、行ってみましょう！はい、ということで、今日は、G400D の、についてですね、ちょっと詳しく、見ていこうと思うんですけれども、はい、今日は G400D のですね、外装色にちょっとピックアップして、説明の方していきたいと思います。はい。まず G350D と G400D の外装色の違いで言うと、G350D の、通常グレードでこう選べるボディカラーっていうのが全部で10色から選べます。はい。で、G400D の方は、そのまあ G350D の全10色、プラス、12色の、オプションカラーの設定があるということで、はい。まあ、これまでですね、なかった色が、こう G400D だと、オプションで付けれるという、はい。そういった感じとなっております。で、今日は、その追加の12色ですね。これをちょっと順番に見ていきたいと思うんですけど、これっていうのが、もともと、G550 と、G63 ですね。の、は、G550 と G63 は選べた。ボディカラーだったんですけど、まあ、そこに、こう G400D もこう選べるっていう感じとなっております。ただし、艶消しのブラックですね。これだけは、G400D は設定がないので、まあ、艶消しカラーっていうのは G400D もないという感じです。はい。ここだけが、550と G63 との違いというところですね。
はい。で、その全12色の追加カラーの、ボディカラーと、金額の方ですね、ちょっとご紹介していこうと思うんですけど、まず、ソリッドペイントの、ジュピターレッドですね。はい。これが税込み、46万2000円のオプションカラーです。はい。で、次にですね、ミスティックブルー。はい。ミスティックブルーは税込み39万2000円です。はい。はい。で、次に、同じブルーなんですけど、サウシーブルーですね。はい。サウシーブルーが税込み24万円となってます。はい。で、次に、ダイヤモンドホワイトですね。はい。ダイヤモンドホワイトが、税込み39万2000円です。はい。で、次にですね、モカブラック。はい。黒ですね。これが税込み24万円。はい。で、どんどんいきます。ペリクラスグリーン。はい。これが、税込み24万円です。はい。で、次に、インジウムグレーですね。はい。グレーですね、これは。インジウムグレーが、これも税込み24万円。はい。このあたりはだいたい24ですね。で、次にグラファイトっていう色ですね。これも黒系ですね。はい。これも24万円。税込み24万円となってます。で、次にトラバーチンベージュ。はい。ベージュですね。はい。これが、これも税込み24万円となってます。で、次にヒアシンスレッド。はい。ヒアシンスレッドも税込み24万円ですね。はい。で、次に、ミスティックブラウン。ミスティックブラウンは、これは税込み39万2千円ですね。で、最後に、シトリンブラウン。はい。シトリンブラウンも税込み、24万円ということで、なので、ミスティックブラウン、ダイヤモンドホワイト、あとミスティックブルーですね。これが、税込み39万2千円。で、ソリッドカラーのジュピターレッド。これが46万2千円ということで、その他は全部税込み24万円ということですね。はい。一応そんな感じとなっております。で、おそらく、まあ、皆さん G400D 購入検討されている方、まあ、絶対これ、一つ、嬉しい、悩みというか、まあ、新車で買われる方は、これは、まあ、新車の特権なんですけど、色が要は選べると思います。はい。で、何色にするかというところですごい悩まれると思うんですけれども、はい。ズバリ、まあ、僕がおすすめ、させてもらう色。まあ、これはですね、まあ、見た目も、いいし、まあ、あと、リセールバリューもきっとこのいいんじゃないかというところですね。ここを含めてちょっとお話ししますと、まず、ダイヤモンドホワイト。これはまあ、硬いと思います。まあ、定番の、白系カラーですし、まあ、リセールもこれは間違いなくいいだろうというところです。はい。で、次に、オブシディアンブラック。やっぱ黒ですね。これは無色カラーの方なんですけど、まあ、これはですね、まあ、黒の G クラスってやっぱすごい、新型も旧型も含めて、やっぱりこれは人気のある、これも鉄板の色ですので、これは間違いないかなという感じです。で、あともう一色ちょっと出すと、シトリンブラウンですね。はい。このブラウンっていうのが、まあ、オプションのさっき言った24万円税込みで、付けれる、買えれるカラーなんですけど、このシトリンブラウンっていうのが、まあ、茶色って結構おしゃれに僕見えると思うんで、すごい、いいなと思ってて、で、なおかつ、これ、今ですね、旧型 G クラス、G350D の方で、このシトリンブラウンっていう、ボディカラーあるんですけど、白黒と比べると、このシトリンブラウンが今ちょっと際立って、リセールがいいという、値段がついてるので、もしかすると新型も、その、シトリンブラウン人気っていうのが、
まあ、あるのかなというところで、まあ、この茶色自体ですね、まあ、本当にいい色だと思いますし、まあ、白黒がおそらく多くなってくるので、まあ、そこであえての、ブラウンっていうところも、ちょっとこう人とそう差がつけれるっていう感じもあると思うんで、まあ、そういった点でもいいと思うし、リセール面にとっても、まあ、旧型の今の情報からしてみると、きっといいんじゃないかなというちょっと予想が立てれるので、はい、このシトリンブラウンっていうのは結構、候補に挙げてみてもらうのもありなんじゃないかなというふうに、はい、思います。はい、まあ、外装の方ですね、まあ、本当にこんだけ多くの色が選べる楽しさがやっぱあるなということで、またちょっと明日か明後日の動画で、この G400D の内装の方ですね、内装の方もいろいろシートの色だったりとか、またさらにこう選べる楽しさっていうのが、G400D はこのオプションであるので、はい、そういったところをですね、またご説明の方させてもらおうと思いますので、はい、今日はですね、新型 G400D のですね、外装色について、ちょっと詳しく見ていきました。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。